Ah, este ya lo vimos. Con subtítulos en español. Aprovechando que estamos viendo teorías, bueno, la mejor teoría de Nika, dios del sol, hecha por comunidad japonesa, ahora traducida. ある所に一人で生きていくことを一番恐れている少年がいた。彼の訴えを聞いていた人生は、少年の欲望を満たす禁止の果実を与えてあげた。千の太陽みたいに輝くあの少年は、この世界で自分の願いが叶われた。その眩しい光で、かつてニカと呼ばれた彼は、 世界を歓喜の渦に書き込む力を持っていたのだ。民衆を悲しみから解放した戦士は、今度は自分の想像に従って民衆の欲望の果実を与えた。こうして大昔、世界は唯一の王国を形成し、解放のためにやってきた民衆に囲まれ、ニカは決して独り立ちすることなく生きてきたのである。しかし、 人間の想像力は彼の恐ろしい野心に追いつき、少年の願いは海の怒りを引き起こしてしまった。自然の摂理を乱し、この存在を脅かして人類全体が水の中に飲み込まれたのである。あの地方の記憶は残っていないが、伝説の火種はまだ完全に消えてはいない。世界の人々は 苦難に直面してもなお戦士の解放者を求めている。しかし彼は再び現れることはなかった。それでも自由という言葉に意味を与える人間がいる限り、その存在は決して消えることはないと言われている。時を経て、もし彼の存在がまだ望まれるなら、 Y lo cuenta bien, pasa verga, ¿no? Como si un personaje te lo contara. Paso el enlace, claro que sí, compártanlo. Está verguísima, a mí me gusta mucho.